今日は少し思い出話をしようと思います。合唱の話、コーラスですね、合唱の話をしようと思います。途中で歌も歌ってみようと思うんですけど、長い、ちょっとおしゃべりが長いので、もしおしゃべり聞くのがめんどくさいなって思う人は、後でどのぐらいから歌になるかは調べて書いておきますので、遠慮なく飛ばしちゃってください。さて、私は中学生だった頃に必修クラブで合唱をやっていました。必修クラブというのは今もあるかもしれませんが、普通部活動っていうのは放課後に毎日やりますよね。必修クラブは週に1時間だけ授業としてやるクラブ活動でしたね。その必修クラブで私は合唱クラブに入ってたわけですけど、顧問の先生が音楽の先生なんですけど、こんな曲をやってみませんかって、ある合唱曲の楽譜をコピーしてくれました。それはあの雨の日にという女性三部の合唱曲の楽譜でした。クラブ活動なので学校には男子生徒もいたんですけど、メンバーが女性しか集まらなくて、それで女性三部合唱のその曲を勧めてくれたんですね、先生は。楽譜には、著作権もあれば出版社の版権もあるので、コピーは良くないことなんですよ。当時も良くないことでした。ただ学校内では教育を目的としたコピーはまあこう行われていて、今ほどうるさくは言われてなかったですね。ちなみに私は中学生だった頃はもう10年前の話なんですけど、のところに入る数字はご想像にお任せしますが、2よりは大きいかなみたいなそういう感じです。コピーと言いましたけど、当時はガリバン印刷を自動化したみたいな印刷機でした。話を元に戻すと、あの雨の日に、それは幼い娘を交通事故で亡くしたお母さんの歌なんです。ある雨の日に小さな娘が赤い傘をさして楽しそうに家から出かけていった。ところがその女の子は途中で車にひかれてしまって、お母さんのところに無事に帰ってくることはできなかったんですね。それでお母さんは娘が亡くなった場所に赤い傘と花をお供えして、お母さんはもう本当にとってもとっても辛いんだけど、生きてあなたをずっと見守っていくからねと歌っています。内容は本当にそれだけで、雨音を思わせるような、ピチピチチャプチャプと降る雨音を思わせるような三連音が続くピアノの伴奏に繊細なハーモニーのメロディーが重なって、とても美しくてちょっと悲しい歌でした。私は当時ちょっとだけピアノが弾けたので、家にあったピアノで音を確認してみたのは覚えてます。すごくいい曲なんですが、ちょっとだけ難しいかなとは思いました。ただ当時の私は難しくてもきっと覚えられるという謎の自信があってですね、こんなに綺麗な曲なら歌ってみたいって思ったんですよね。しかし必修クラブなので毎日やる部活動ではないから、週に1時間しか練習することができなくて、先生とか他のメンバーとも話し合って、さすがにこれはちょっと難易度が高いかもしれないねという結論に達して、結局やらずに終わっちゃったんですね。中学生時代の心残りの一つです。それから10年が経って、私もすっかりおばさんになっちゃったんですけど、先日古い荷物をひっくり返していたら、あの時もらった楽譜が出てきました。この曲やりたかったんだよね。楽譜をくれた N 先生は今も元気かななんてことをこう言いながら、改めて楽譜を読んでみて、なんで私こんな難しい曲を覚えられる気でいたんだろう。それはね、ものすごく難しい曲だったんです。想像してたのよりずっと難しい。主旋律のソプラノはまあ覚えられます。メゾソプラノも、まあ難しいんですけど、想像の範囲内というか、まあ覚えられる。
問題はあると。あるとがですね、全然覚えられない。まるっきり覚えられない。合唱って自分のパートの心配だけすればいいと思ってる人は結構いるんですけど、実はそういうことではなくて、全体のハーモニーの中で自分がどこら辺を構成してるかをなんとなく感じて歌うものなんですよ。あ、なんかこう、そういうふうに言われると、そんなわけない。私は自分の声しか聞いてないっていう人は絶対いるんですけど、そんなことないです。あのね、普通に歌が好きだと、好きでよく歌ってる人は、多分ね、無意識にやってる。例えばですけど、うろ覚えの歌ってあるじゃないですか。一人では思い出さない。ところが、あの、カラオケとかで伴奏がついたりすると、なぜか歌えちゃう。そういう歌ってあるでしょ？あれはあのカラオケの伴奏と自分の歌がハーモニーになってるので、あの次にどういう音が出るかっていうのはある程度絞れるんですね。あのコード進行ってだいたい決まってるので、それでなので、あの伴奏がつくと自然に歌えてしまう。そういうのがつまりあれですよ、全体の構成の中で自分が何をしてるのかをぼんやりと感じながら演奏するっていうことですよ。合唱も同じで、アルトなりメゾソプラノなり主旋律ではないメロディーではないパートを歌ってもですね、どういうハーモニーになるか想像できるやつはすぐに覚えられるし簡単なんです。ところがですね、あの雨の日にはハーモニー和音が複雑で、アルトパートだけを歌おうとすると、自分が今出しているこの音で一体どういう和音ハーモニーを求められているのかっていうのが全然想像できなくてですね、私それなりにあんまり上手ではないですけど、それなりに歌は得意だと思ってたので、ちょっとうろたえてしまって、なんでこんな難しい歌を中学生時代にやろうとしてたんだろうって、ちょっと笑っちゃうぐらい驚きました。こんな難しい歌をですね、持ち出してきて、これをこれをやってみないってどうかしらって勧めてきた顧問の N 先生、あなたは一体どんな挑戦をするつもりだったんですかって、ちょっと遠いあの故郷の空に向かって呼びかけてしまうくらいの驚きでした。ちなみにこの先生は当時まだ先生になってから数年というピチピチの女先生で、ちょっとお名前で検索してみたんですね。そしたら結婚なさっていないのか、それとも離婚なさったとかなのか、ちょっとわからないんですけど、当時のお名前のままで、ずっと現役で音楽の先生をなさっていたらしくて、ある学校の、あの広報誌みたいなものに、数年前の広報誌ですね、そういうものに、あの今年退職される先生の中にその N 先生が入っていました。そこに顔写真も載ってたんですけど、あれからうん十年経ってるのに人相も変わっていなくて、これまたすごい衝撃を受けてしまって、あなたは美魔女かって、またこれまた遠い故郷の空に呼びかけるような衝撃でした。まあそれはともかく、話を元に戻すとですね、まあそんなことを手短にツイッターでつぶやいたところですね、その歌を聞いてみたいという返信をもらいました。まあそうですよね、私もその時言いたい放題書きましたからね。もしもママさんコーラスのサークルがあったとして、こんな難しいのをやってみないっておすすめしたら、メンバーが私には仕事があるからこんなの無理ですって変な切れ方をして泣いて許しを請うんじゃないかぐらい書きましたから、そこまで言ったら私だって聞いてみたいですよね。それで聞いてみたいって言ってくれた人がいたので、それで検索してみたんですけど、この曲についてはあの動画もなければ文章で書いてる人もいなくてですね、やっぱり難易度が高すぎて挑戦する中高生がいないのか、あるいはちょっと悲しい曲なので好まれないのかもしれないですよね。それであんまり歌われずにこう廃れていったっていうか、忘れ去られていった曲なのかもしれないです。そういうことならば、不詳私、挑戦しないわけにはいかないと思いまして、うん十年ぶりに楽譜を発見したのも、これも何かの因縁ということで、やってみることにしてました。
今やっとかないと年老いて死ぬ前に、ああ結局あの曲を歌わずに死んじゃうんだなって心残りで成仏できないかもしれないと思いまして、もう結構な年なのですいません、なんか変な話で、それで合唱ですから本来なら大勢でするものなんですけど、私は合唱的に非リア充で、リアルが充実していない一人ぼっちという意味なんですけどね、非リア充なので、MacOS とか iPhone とか iPad とかに、ガレージバンドという録音するアプリがあるので、それに吹き込んで一人で合唱してみようと思います。全部のパートを自分で歌います、女性女の人の声っていうのは大人になると高音が出にくくなっちゃって、実は私の年齢だとソプラノの、上のミとかファとかがもう結構物理的に辛いんですけど、じゃあキーを下げたら歌えるかっていうと、今度はただでさえ難解なアルトパートが低すぎてさらに歌えなくなっちゃう。これはもう仕方がないので原曲のキーのまま頑張りました、ちょっと聞き苦しい点もあると思います、ピアノの伴奏は、当時だったらたどたどしくなら弾けたんですけど、今はもう家にピアノもなくて指も動かないので無理、仕方がないので機械に打ち込みで作りました。そういうことであんまり完成度は高くないんですけど勘弁してください、あの雨の日に、行きます。
難しかった。お粗末様でした。難しいけれども美しい曲なんだって少しは伝わるといいなって思いながら歌いました。そしてもし自分も歌ってみたいっていう方が現れるとちょっと嬉しいですね。といってもですね、私はこの楽譜を先生に印刷してもらっただけなので、どうしたらその本楽譜を手に入れられるかっていうのはちょっとわからないんです。70年代の終わりぐらいから80年代の初めぐらいにかけての中高生向けの合唱曲集に載ってそうだなとは思うんですけど、ちょっとその辺もよくわからない。もしかすると大人向けの本だった可能性もありますよね。もしこの本にこの楽譜集に載ってるよっていう情報があったらぜひコメント欄で教えてください。なお作曲の川口明さんかな、この方は牧場の子牛という有名な合唱曲を作った人です。こっちの歌だったら聞いたことがあるとか習ったことがありますっていう人が結構いると思います。作詞のこれは長安実さんって読んだらいいのかしら。その作詞の方は、検索してみたら小中学生向けに文章の書き方を教える本をたくさん書いてた方で、なんか85年ぐらいに亡くなられているみたいです。詩の書き方の本もあるからきっとご自分でも詩を書かれたりはするんでしょうけれども、多分職業的な作詞家とかそういうことではなかったみたいです。というわけで、あの雨の日にでした。おしゃべりが長くてすみませんでした。